絶滅の恐れがある日本ライチョウの繁殖に取り組む那須どうぶつ王国で生まれたヒナがすくすく育っています。お母さんの後を追ってよちよち歩き回るのは栃木県にある那須どうぶつ王国で暮らす日本ライチョウのヒナです。那須どうぶつ王国では環境省などの取り組みであるライチョウ保護増殖事業に参加していて、今月1日ヒナが4羽孵化しました。しかし那須どうぶつ王国によると、ヒナは孵化してから2週間が特に体調を崩しやすく、4羽のうち3羽は誕生から2週間経たないうちに相次いで死んでしまったということです。繁殖で一番大変なことは免疫力がかなり低い状態で生まれてきますので、もうその辺にいるような普段は全く何でもないような菌にですら反応してしまうことも多いんですね。ヒナ孵化して2週間以内に死亡してしまうことが本当に多くて、でこの2週間でどんどんこの菌への耐性もつけていきますので、防疫はしっかりとしていかなきゃいけない。親鳥も人に対してかなり警戒心を抱いたりだとか、ヒナを守るために逆にヒナに対して攻撃的になってしまう場合もあったりとかっていうので、この2週間は本当に大変な時期だと思います。孵化から2週間が過ぎ、残った1羽のヒナは母鳥とともに元気に暮らしています。今はすごく元気も良くて、母鳥分の餌も食べてしまうほど食欲も旺盛でよく動いている姿が見られます。孵化しても2週間が過ぎてその元気な姿を見られるっていうのは本当に、ああよかったっていう、安心しきることはできないんですけれども、やっとほっと一息というか嬉しい気持ちですね。那須どうぶつ王国は母鳥がこのヒナを育てる育数を成功させるため、引き続き注意深く観察していくということです。